エンドもリバプールも合うも合わないももうそんなんいいもん。合 <laughs> わなくてもいい。リバプールで見れる、ワタルが。ねそう、日本の風見ろがついにね。いや、嬉しいね。もう嬉しいって話だけしていこうかな。エンドウ、今晩メディカルなんだ。 昨日の配信では、ドゥクレどうですかってよくコメント聞かれてたら、急に遠藤ド来てて、そうだからね、遠藤の話題出たことによって、ドゥクレを見なきゃいけないっていう仕事も減ったからラグだったよね。<laughs> いやいや、見ろや。<laughs> ドゥクレも取るかもしれないんだし、ドゥクレ第1ターゲットってついさっきロマンの言ってました。いや本当に本当言わないで欲しいよね、そういうこと。テンション下がるから。私、3年間で2試合しか欠場してないんだ。遠藤が苦戦する場合は、えー、どういったケースが考えられますか 遠藤が苦戦する場合は、戦術面よりも、あの、最初の試合だと思いますね。これなんでかっていうと、あの、サウルみたいなだから、あの、下手ではないんだけど、足元が柔らかいタイプじゃなくて、最初のプレスでボール失うとか、ボランチでさ、受けるときって絶対に相手のプレス強いじゃん。そこでボール失うと信頼されないとか、この間のチェルシーのあの、あれ、ギャラガーがそうだったでしょ。ボール来なくなっちゃうみたいな。だから、最初の試合、そのままサウル引きずってたから、チェルシーの時とか。 あの感じがないかどうかが重要ですね。それが僕は心配です。だって英語とかはいけんじゃないのかなもともとシントトロイデンいたから、ね、DMM のね、企業だから英会話やってたんじゃないかっていうのがあるし。あと、エンドウ何がいいってね、やっぱメンタルですよ。もうエンドウのドキュメントとかそういうの見たらわかるけども、家族第一で、で、それでさ、あのフィジカル面とかも気遣ってさ、もう本当に日本行った時の方がフィジカル、その筋トレとかしてたけど、向こう行ってから体の使い方を、 重要視したみたいな。でも、明らかに強くなってるじゃん。で、あれしょ、現地のさ、あの、サポーターの人からやっぱり、カイセド来るかラビア来るかで遠藤ってさ、いや、30歳のブンデスリーガーの CL も出てないチームかよ、みたいな感じでしょ。だけど、もうこれもう本当に、あの、ワールドカップ見たらさ、スペインとかドイツ相手にガンガン潰せてるし、もう、連動性のない守備陣の中でさ、しっかり人でなんとかしてんじゃん。全然大丈夫ですよ。本当あの、だから、知名度ないけど大丈夫の中で、 ああ、誰だろうな。だから、ロベンはまた結果出てない、あれだけど、キビオルかパウリーニョかで言ったら、パウリーニョですよ。まあ、パウリーニョ、セレソンのね、あれだったけど、ね、ヨーロッパの、うん、主要リーグから離れた選手だけど、大丈夫言われたけど、全然大丈夫だったところから大活躍したじゃん。大まで行って、でも活躍したじゃん。クラシコとかでも結果出したし。エンドは絶対大丈夫。そういう点で言うと、もう普通にフィジカル的にもやれるし。あとはプレミアのファウルの基準とか、そういうところでなんか変な、でかい毛が最初にさせられたりとか、そういう時も全然もう。だから で、やっぱりシュトゥットガルトもさ、この彼の夢を応援したいって、まあ、それは本心じゃないとまで言わないけど、30歳の選手ってそれ売ってさ、30億から50億ぐらい入るんでしょそれは売るよね。で、遠藤としても、まあ、リバプールに行けるというかね、CL でね、活躍できるプレミアムのビッグクラブってなるとね、だまあ、みんなにとっていい席だよね。だから、だから遠藤へのその現地の人が言ってるみたいな見下すような不安を全然持たなくていいと思う。 30歳で契約残り1年、それは売るよね。うん。遠藤渡の方が南のよりもね、あの、スタメン取れる可能性は全然高いですよ。それはやっぱり、あの、二人の差っていうよりポジションの差だね、正直。やっぱ前線の方がノリが重要ですから、瞬間的な。遠藤渡の恩師はクロップがマインズの時からお手本にしてたらしいので、どれだけ強すか楽しいです。クロップのサッカーをお手本にしたってことか。いや、なんかめちゃくちゃ重要ですよ。だからファビーンナと絶対比べられるからね。 でハビーヌよりいいところがあるんですよ、遠藤航。あ、これ明日か。ハビーヌよりいいところと遠藤渡るに対する心配は明日しゃべう他はまた質問してもらったら。<music>